はい、皆さんこんばんは。本日はジンフィズを作っていきたいと思います。ジンフィズはジンにレモンジュースを加え、そしてシロップを足して、それをシェイクします。シェイクした後に炭酸で満たして作るさっぱりしたロングカクテルです。このカクテルはベースのジンとレモンの酸味、そしてシロップの甘みの3つのバランスを取るのがすごく難しい、バーテンダーの腕が問われるカクテルです。それでは作っていきましょう。まずシェイカーにレモンジュースを15ミリ入れます。そしてシロップを5ミリ、1ティースプーン入れます。そしてベースのジンを45ミリ入れます。そしてシェイカーに氷を入れまして、炭酸で満たします。そして下から上に1回ステアですね、ステアして混ぜます。最後にレモンスライスを添えまして、はい、お待たせしました。ジンフィズです。